どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、ロードサイドパインズモーテルセレメント PS4 っていうモッドになります。こちらのモッドはですね、ロードサイドパインズモーテルを通常の居住地として使えるようになるモッドとなっております。で、もともとはレイダーの住処なんですが、ロードサイドパインズモーテルにありますワークショップに触れていただくだけで居住地として使えるようになります。で、通常の居住地と同じ扱いとなりますので、クラフトの方も可能ですし、募集ビーコンで入植者を集めたり、入植者の移動、供給ラインの方も結べるようになっております。ビルドエリアの方もかなり広く取ってくれていますので、クラフトのしがいもあるモッドとなっております。あとはロード順になるんですが、新たに居住地が追加されるモッドとなっておりますので、自分の場合はですね、解体モッドと UCO モッドの間にロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのような居住地なのかご紹介の方をしていきます。で、マップで言いますと、平原砦と輝きの海の間にありますロードサイドパインズモーテルとなっております。近くであればネイティックバンクスやポセイドンタンク、北に行きますと平原砦などがある場所の近くとなっております。で、目の前にありますのがロードサイドパインズモーテルとなっております。クエストなどで通ったことがある方であればご存知かと思います。で、こちらにですね、ワークショップの作業台がありますので、モッドを導入していただきまして、こちらに来ていただければ居住地として使えるようになります。で、こちら側もビルドエリアに入っていますので、こちらもクラフトの方が可能となっております。
水辺の方もありますので、こちらで綺麗な水を作成することが可能となります。簡単なご紹介となりましたが、このようにロードサイドパインズモーテルが居住地となるモッドとなっております。ビルドエリアの方も広く取られていますし、近くに居住地などがないこともあって便利な場所となっております。またよければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はロードサイドパインズモーテルセレメント PS4 っていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。